カージャ様、お怪我などありませんか？煙を吸って気分が悪いとか。大丈夫だ。ほんと心配性だな、お前は。アドルさんの件も含めて前例にないことばかりですから、本当にご無事でよかったです。とっく、塀の向こうが居住区です。町長の息子さんも今夜はそちらに。あいつだいぶ憔悴してたな。無理もねえか。屋敷はすぐそこだ。私たちも今日は休むぞ。じゃ、寝るとしようぜ。また明日な。覚えておけ。私はな、寝入りを邪魔されるのが一番腹立つんだ。いいからその辺で適当に寝ろ。だいたい公開中はいつもみんなと雑魚寝だ。お前だってどこでも寝られるんだろ。うるせえな。うわっ、よう、ちった眠れたか。この部屋のことか、それともカージャの部屋のことか。この部屋の主だったらそんなことで怒ったりしない。
ま、もう死んじまったやつだけどな。それより、さっさと朝飯を食え。すぐに寝具を行う。お前にも出席してもらうぞ、アドル。私も知りたいと思っているのか、自分自身のことを。Thank you.
バルタ水軍のフェリアだよ。よろしくね、アドル。うん、こちらこそ。兄弟の義とは言っても、やることは単純なんだ。まずは船でレクト島へ渡り、姫様と二人で上陸してもらう。私も一緒に行くのか？そりゃあ姫様の相棒が決まる儀式だもん。二人で儀式に臨むのが通例だし、枷のこともあるよね。そうだった。島に上陸したら腕輪をつけて奥地にある石板に触れてちょうだい。そこで起こったことを報告してもらえば儀式はおしまい。え？それだけか？うん、それだけ。ただしレクト島には当然多くの獣や危険が待ち伏せている。それらに備えて船や装備を準備する必要があるの。なるほど、ノーマンの遠征と同じってことか。うん、必要なものは自分で調達。装備はもちろん船も含めて買うか借りる必要があるわ。買うのは無理だろう。サンドラス号があるから借りる必要もないんじゃねえか？ただ古い船だし整備は必要かな。見たところ剣などの装備も見直した方がいいだろうね。そこまで所持金があるわけじゃないんだが。最初は誰だってそうだよ。集落のみんなに相談してみて。二人を有望だと思う人はきっと協力してくれるはずだから。信頼を得ることも含めての試練だからね。そういうことか。説明は以上かな。私は港の周りにいるから、船と装備の準備ができたら声をかけてちょうだい。そうだね、ただ焦らずに準備はしっかりとね。それじゃあまた後ほど。まずは集落の中を回って協力者を探すとしようか。特に寝具に出てた奴らは状況を分かっているはずだ。それと鍛冶屋や船大工にも声をかけた方が良さそうだな。
武器を探してる。なかなかいい品だろ。こいつを持っていくな。こいつを持っていくな。なかなかいい品だろ。他にも見ていく。それじゃあまたな。さすがにここからカルナック方面は見えねえぞ。あれからどうなったんだろうな。いよいよ出航だね。というわけであとは頑張ってね。おい、ちょっと緩いぞ。やる気あんのか。もちろん、他ならぬ姫様の晴れ舞台バッチリ見届けるから
そのつもりでね。ああ、気を抜くつもりはねえよ。やり遂げてやろうぜ、アドル。どうした、フギル。なんだか落ち着きがねえな。一応確認してみるか。になるってのは実際のところどういう気分なんだろうな。正直あんまり想像つかないかも。姫様は姫様、微妙にむくれて珍しく何か考え事？珍しいは余計だ。気に入らねえってだけだよ。つくづくグリムソンの思い通りに動いちまってるみたいな気がしてさ。大体儀式のことにしたって人ごとの相談もなく話を進めやがって。姫様、まさにお年頃だね。そういえば妹にもそんな時期あったな。懐かしい。やめろ、そういうのほんとムカつく。怒りを下ろせ、上陸だ。
ここは敵船が停泊していた海岸のちょうど反対側になるな。小舟を使って上陸するわけね。敵にも発見されにくいし、様子を探るにはうってつけじゃん。岩礁が邪魔でサンドラス号が接岸するのは難しそうだしな。最後にもう一度試練の内容をおさらいするよ。このレクト島の奥地には割と大きな洞窟があるの。その洞窟にある石板を探し出し、ルーンバングルを身につけて触れる。そこで起きたことを戻ってきた後に報告してもらうわ。じゃあいよいよね。英霊集うしワルハラ級の主、耐震ハールは昭乱あれ。カージャバルタおよびアドル・クリスティン、これより二人の盾の兄弟の儀を始める。二人の分を祈るわ。さあ行ってらっしゃい。これでよしっと。こちら側の海岸にどうやらグリーガーはいないみてえだな。ああ、奴らがどれくらいの規模で上陸しているかわからない。獣たちもいるみてえだし、どっちにしても慎重に行くぞ。この辺りなら休めそうだ。
珍しいな。洞窟の入り口だ。試練の洞窟か。ここで間違いなさそうだな。何か来るぞ。こいつは。ああ、厄介な奴が現れたな。こいつがあの船に乗ってきたのか。どうしたんだ。なんか様子が変だな。分かってる。何も何があっても試練は続行だろ。私たちも行くしかねえよな。